こんにちは、天馬アカデミー堀秀夫です。今日はサーファーズパラダイス、ゴールドコーストのサーファーズパラダイスにですね、旅行に来ています。私が今までやってきた中でですね、ちょっと変わった方法で、おすすめのやり方、お金儲けの方法じゃないんですけど、タバコをやめた時の方法を、一つ皆さんにシェアしたいと思います。普通はね、タバコを徐々に減らしていってやめるとかいう、形になるんでしょうけど、それ実際問題 やった人はね、100% 分かると思いますけど、難しいです。非常に難しいです。私がタバコをやめた方法は、タバコの代わりに葉巻を吸うことにしました。で、葉巻ってね、1本大体2000いくらとかする、割と高いもんですし、あと1回火をつけるとですね、大体1時間弱、吸い終わるのにかかります。だから今までね、口が寂しい時に、スパスパ吸っていたのを、じっくり時間が取れる時にね、葉巻を1本吸うと。で、初めの頃はそれが3日か4日に1本だったのが、だんだんね、葉巻別に吸わなくてもいいんじゃないのかなというので、1週間に1本になり、1ヶ月に1本になり、そのうちね、ニコチン補給というよりは、ゆっくりしたい時に吸うって形になってきたんでですね、ゆっくりするのは別に葉巻なくてもいいんじゃないのと。ね、別に、好きなお酒、マッカランでもブランデーでもいいんですけど、あれば別に葉巻なくてもいいねということで、いつの間にか全く吸わなくなりました。そんな風に何かやめるときですね、全く違ったハードルの高いものに、置き換えるというのは割とおすすめです。禁煙やろうと思っている方、葉巻、割とおすすめですので、この葉巻法をですね、試してみてはいかがでしょうか。ニコチンガムとかよりは全然スマートでいいと思います。よろしかったらお試しになってください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。